ライムンド・デ・ボルゴーニャは、後のカスティーラ・女王グラカの最初の夫。ブルゴーニュ博・ギオーム一世の息子で、フランス名は、レーモンド・ブルゴーニュ。ガリシア博、ポルトゥカーデ博、コインブラ博。兄に、白衣を継いだルノー二世とエティエンヌ一世が、弟に、ローマ教皇カリストゥス二世が、また名に、フランス王イ六世の王妃アデルド・サボワがいる。1087年に、 カスティーリア王アルフォンソ6世の娘である浦カと結婚し、1095年にガリシア博に助せられた。浦カとの間には一男一女が生まれた。ライムンドが1107年に死去した後、浦カは二度再婚した。また、アルフォンソ6世の男子が創生していたことから、1109年に浦カが多いを継いだ。浦カの死後は、ライムンドとの間の息子アルフォンソ7世が即位し、 ボルゴーニャ朝さを起こした。ポルトゥカーで及びコインブラクの地位は、1 9 9 6年にアルフォンソ6世の別の女性であるエンリケでボルゴーニャが継承した。ありがとうございます。